いけないこと。ねえ、いいかしら？お姉さんといけないことしましょうよ。うん、そうよ。やってはいけないことをするの。ほら、こんなことするのはいけないことよね。でもやっちゃうわけ。楽しいでしょ？そうよ。だっていけないことができるんだもんね。もともといけなくなんかないのよ。いけないと決めつけるからいけないのよ。例えば、じゃんけんでね。グーでもチョキでもパーでもない。なんか変な形の手を出すようなもんかしら。つまり、やってはいけないことを許すわけ。それだけで世界が変わる。まず自由になる。何より気楽になれる。ただし、やましいことはしちゃダメよ。やましいことをすると気が重くなる。することが不自由になるし、できることが自由にできなくなる。あ、こら、そんなことしちゃダメだ。